はい、どうもドローンと地球の岡です。あのね、今からね、30時間、なんだっけ、ブラインドタッチ、そう、ブラインドタッチをね、練習した結果をね、成果をね、お見せしたいと思います。まあね、正直ね、30時間ちょい超えたかな。だけどね、30時間説はね、間違ってなかったよ。うん。ただその30時間でもどのように成長していくかっていうね、その過程をね、知るか知らないかで30時間やり続けれるかれないのか、あ、できねえなって諦めちゃう人いると思うんでね、そこをね、ちょっとね、俺のね、成果をお見せしながら、少し話していきたいと思います。でね、せっかくなんで、まずブラインドタッチでどこまで文字が書け、打てるようになったのかをお見せしたいと思います。うん。で、じゃあ、ただね、文字打っても面白くないんで、今日ね、スターバックスですごい感動したことがあったのよ。俺、スターバックスラテをね、一番でかいサイズ買って、半分くらい、床にボシャーってこぼしちゃったのよ。で、半分くらい飲んだところ全部こぼしちゃって、で、それをね、すべてね、すいませんつって、拭いてくださいって言ったのよ。そして拭いてくれて、でね、かつ、即断即決で、ね、そのスタッフの人がね、スターバックスラテを作ってね、新しいスターバックスラテのショートサイズを持ってきてくれたのよ。で、俺はそれでね、すごい感動してね、何かね、その感動したのはね、ただね、ここでね、ああ、感動してよかったってだけで止めておくのは、ね、もったいないというかね、そうはさせておけないのがこれ人間の心情ということで、スターバックスのホームページにね、この嬉しい気持ちをね、書き込んでね、素晴らしいその教育だよね。そのスターバックスの教育がうまくできてるから、一スタッフがね、そこでね、即断即決で自分の考えで動いて、俺にこういう感動を与えて、で、俺はその感動をね、行動に起こしたいと思わせてくれたっていうことは、この、スターバックスラテの教育が素晴らしい、スターバックスの教育が素晴らしいというところでね、まずはね、スターバックスに書き込もうというのをね、ブラインドタッチでやっていきます。はい。でね、ちょうどね、カスタマーのまあなんか、ご意見をお聞かせくださいっていう項目みたいなのがあるから、そこにね、書き込んでいきます。どう見せたらいいかな？あ、今ちょっと見たけど、どう？俺の目線見える？あ、また見た。これね、ちょっとね、朝はね、やっぱ調子悪い。乗ってくるとね、少しね、カスカスいけるんだけど、朝はね、すごい調子悪い。はい。ということで、まあね、せっかくブラインドタッチの、俺の成果をね、報告するのにね、ただなんか、意味のない文章打っても仕方なかったから、今日ね、せっかくこう、スターバックスでね、すごい気持ちのいい、出来事がございましたので、それをね、ブラインドタッチというね、動画にうまく織り交ぜて、出してみました。そんで、まあまあ、30時間練習して、そんくらいみたいなところはあると思います。確かにね、今ね、キーボードを見て、ホームポジションを無視して、今までこう、培ってきた打ち方の方がまだ全然早いです。ただ、見ないでも、とりあえず、イメージしてる文章を形にはできるようになったから、あとは慣れなんですよね。あとはどれくらい文字を打ったかっていう文字数なんですよ。ってことで、じゃあ、ここまでは、タッチタイピングっていう、タイピングサイトを使って、ひたすら練習してきたんですけど、ここからはね、タッチタイピングのサイトを卒業して、どうやってね、じゃあ、こう、楽しんでタイピング練習をできるかって、いろいろ考えた結果ね。まあ、一つはその、タイピングソフト、ゲーム性のあるタイピングソフトを購入して、やってくっていうのも一つの手。まあ、これはね、高校生、まあ、若い世代にはね、全然ありな選択肢だと思うんだけど、そこでお金が発生するじゃん。で、俺が考えたのが、
例えばね、ライブ配信、ポコチャとかあるじゃん。ライブ配信で普通に視聴者として、あの、人気のないところに行くわけよ。人気のない人、誰でもいいんだけど、まあ俺だったらほら、女性とこうやり取りしてるってやっぱり楽しいわけよ。だからそのポコチャっていうライブ配信に行ってね、こうブライ、あ、ポコチャは無理か、パソコンで行けるのでやんないとあれだから、ニコ生とかキャスとかね、とかで行って、まあ、ライブ配信してる人に対してコメントを打つのよ、ブラインドタッチで。でコメントを打つと、ライブ配信とかって、あの、そのコメントに対してこうちゃんとこう返信をしてくれるわけ。返信っていうか話してくれるわけよ。例えば、その服かっこいいけどどこで買ったのって質問を投げかけると、配信者はね、これね、渋谷のね、109のなんとかなんとかで、みたいな感じでバーって話してくれるんだけど、へーみたいな感じで、こう、雑談をできるんだけど、その雑談をね、ブラインドタッチでね、ずーっとね、やっていくとね、こう、ただ会話してるだけだから楽しいわけよ。で、早く質問したいから、早く文字打ちたいじゃん。だからね、最初はね、ちょっとね、イライラしながらはやるんだけど、でもね、キーボードの上にね、ずっとね、何時間も手を置いてるからね、手がね、すぐホームポジションを見つけられるようになるわけよ。俺はまあね、まだやってないのよ、そこ。やってないから、今のスピードなんだけど、ある程度、見ないで、手探りでも文字が打てるようになってきたなってなったら、そういう応用編でね、今度はタイピング、そういうサイトを卒業して、例えばそういうライブ配信とかでどん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 会話をしながら楽しみながら、キーボードの上にね、どれだけの時間ね、手を動かせ、置いてられるか、多分この時間がね、一気に習得っていうか文字を早く打つコツだと思う。うん。で、あとね、もう一つだけ伝えたいことがあるんだよ。これわかる？これね、0時間ね。ブラインドタッチを練習するまでの0時間。で、これが30時間ね。で、これが、満足度。で、今の、俺の見てもらった通り、あのぐらい、まず、キーボード全く見ずに、あのぐらいのスピードで打てるようになるまでの、成長の度合いなんだけど、こんな感じだったのよ。ここまではずっとね、マイタイピングっていうサイトでね、本当に人差し指を多く使う文も、キーワード、単語からスタートしたの。人差し指を、右手の人差し指を多く使う単語、中指を多く使う単語、小指を多く使う単語をね、もう10回やって、20回やって、30回やってて、まあ飽きたら別の指、飽きたら別の指っていう感じで、ここ何回もこう、人差し指やって、中指やって、この指やってとかっていうのをね、飽きるまでやってたのよ、こう。全部の指がこう、とりあえずどこに何があるかっていうのをね、少しでもね、分かれるぐらいまで行ってたの。でね、まだまだ全然、これでね、ここでまあ15時間か。ここで15時間経った時の満足度って、見て、スタートした時と何ら変わってないのよ。俺これできるようになんのって正直思ったの。でもね、30時間でできる説ってね、自分でもう決めちゃったから、とりあえず30時間はやんなきゃみたいなところでずっとやってたんだけど、15時間経過でね、全然まだ面白くないわけよ。満足度は全然低いわけ。ただね、ここら辺25時間くらいやったくらいでね、これでね、結構ね、文章、短文までやったのよ、こう。いろんな、句読点をつけた、実践文章みたいなのを、とかね、やって、ここら辺まででね、マイタイピング上ではね、結構いけるようになってきたなと。ただ、じゃあ、メモ帳を開いて、まあ、ワードでもいいや。ワードとかメモ帳とかね、普通の、メールでもいいや。で、文章打ってみようと思った時に、鬼のように間違うわけよ。間違ってイライラするわけ。で、バックスペースのキーを探すのができてないとかね、いろいろな問題を発生するんだけど、こっからの5時間ね、そのメモ帳でフリーでやって、最初はすごいイライラしたけど、それもね、1日2日。
そっからね、あ、なんか打てるようになってきたっていうのがね、この2時間。28時間目にはね、あ、いけるいけると思って、で、朝ね、マイタイピングで練習してから打つと、もうちょっと早く打てるんだけど、今日練習せずにやってるから、まあ、30時間大体経過したところで、俺の中でね、早くは打てないけど、見ずに打てるラインまではいけましたよっていうね。これをね、俺はね、みんなにね、この成長曲線、こう行かないんだよっていう。この、少しずつね、かけた時間に比例して、目に見えて分かっていくようにならないんだよっていうのをね、伝えたかったのよ。練習しても、成果が見えないところって、ここら辺まで、25時間くらいまでは、あんまり成果を感じられません、実は。うん。だけど、こっからの5時間で一気に成果を感じれることができます。まあ、ここがね、ここら辺でメモ帳に移ったからなんだけど、まあ、マイタイピングを外れて、なんだ、自分の誤字脱字、どこで間違うのかっていうのをね、すぐ、もう、ダイレクトに分かるわけじゃん。メモ帳とかで文章打てば、またこの文字で間違った、またこの文字探してるわ、みたいな。とかね、とか、いろんなところが分かってきて、で、実践的にね、使い始めれるようになるのが、ここら辺。あ、この辺か。28時間目くらいから、もう、ちょっとキーボード見るのを、普通の仕事上でもやめて、もうブラインドタッチに切り替えれるかなって、切り替えてみようってね。まだまだ不安な点はあるんだけど、もうそこは切り替えないともう身につかないというかね、ブラインドタッ、ガン見してる状態の次の段階に行くには、ここでね、キーボードを見る、自分をね、捨てる。っていうのをやらないと、次に行けないってね、決断してあればね、今までのその、ガン見して打ってて早まってきて、マックスの自分を超えるにはね、そういうことが、必要かと思われますんでね。まずは、今までの習慣を捨てるっていうのも頭に入れて、まあ、このように、成長していくんだよっていうのをね、まあ、ブラインドタッチをね、一つの、題材としてお話ししたんですけど、これってね、例えば、営業でもそうだったんだよ。俺ね、営業、辞めた時はね、いけるって思ったから辞めたんだよ。あ、俺、営業で、自分で考えた通りに仕事が取れるようになった、イメージした通りに仕事が取れるようになったってね、まあ、今思えばね、まだまだ浅い感じでは卒業しちゃったんだけど、それでもね、自信が、ついて、もうね、自信満々だったのよ。あ、俺できんじゃん、俺やれるし、みたいな感じになったのも、やっぱりね、2年半ぐらいまではね、ずっとこのくすぶってたわけよ。結果がね、思い通りに出せないみたいな。でも最後はね、狙った通りにね、狙ったところで、ね、受注を上げれるようになったのよ。このね、この成長曲線ってね、何でもこうかなって思うわけ。うん、それをね、伝えたかったの。営業でもそう、ブラインドタッチでもそう、それは料理でもそうだし、俺が今ね、ハマってんの、魚さばくのもそうだし、あとは YouTube のその、分析っていうか、そういうのもね、これから始めていこうかと思うんだけど、そういうのもね、まだやってないから、ここスタートなんだけどね、やらなきゃまあ、こっからはスタートしないんだけど、やってね、すぐは結果は出ないけど、やればやるほど、どっかでカーン来るのは分かってるっていうのがね、これがね、大きなこの、モチベーションになるかなと、続けるコツか、ってなるかなと思ったので、今日はそんなお話で、30時間経ったらブラインドタッチできる説の、結果発表をね、一本取らせていただきました。では、さようなら。バイ。じゃあ俺のホームポジションも見、この辺に映ってるから、まあ手の動きとね、見てくれればいいかと思います。本日、スターバックスで、本日、なんだ、コーヒー。コーヒーを、
こぼしたのですが、コーヒーをこぼしたのですが、なんだ、対応が素晴らしすぎて、対応が、10。素晴らしすぎて感動しました。笑顔で拭いてくれて、もう結構なんだろうな、満足、なんて言うんだろうな、笑顔で拭いてくれて、新しいコーヒーを持ってくると言われて、断ったのですが、まあ大丈夫ですと断ったのですが、まあ、ちょっと、拭き終わって、帰ろうとして、帰ろうとしていたら、ちょっと待ってって言われたんだよね。帰ろうとしていたら、拭き終わった後に、ちょっと待っててと言われて、待っていたら、新しいコーヒーを持ってきてくれました。スタッフさんの
スタッフさんの、教育が素晴らしい素晴らしいと感じました。感じました。今ずっとブラインドタッチで打ってるよ。だからね、間違いも多いしちょっと遅いです。俺もねもうちょっと早く打てるんだけどね、今日はね緩いまだ朝1だから。でスタッフさんの教育が素晴らしいと感じました。あ、感じました、感じだな、感じまし、感じました。お、なんかだんだんいい感じになってきたよ。スタッフさんの教育が素晴らしいと感じました。大ファンになりました。ほら、今なんか結構すんなりってね、大ファンになりました。もし昔高校生の自分にアドバイスできるとしたら、スターバックスでバイトが絶対人生でプラスになるから、やってみろ、見ろとアドバイスをしたいです。今日はありがとうございました。点と丸をね、よく間違えます。はい。鶴岡、はい、2019年の10月2日、あ、2日じゃねえ、12か、10月12、午前か、はい、同意。Okay.